温はマイナス1度です。寒いです。寒いよ。おはようございます。午前9時半、霧ヶ峰高原です。もう冬枯れっていう雰囲気ですね。今日は初日の出にいいスポットをちょっと探しに来ました。で、向かいの山ですね。雪が来ているようです。そしてこちらがですね、八ヶ岳で、八ヶ岳は雲の中だけど、その向こうに湿原、霧ヶ峰湿原の向こうにですね、遠く富士山が見えてます。はい、今日はですね、写真を撮りに行きました。ちょうど完全逆光なんですが、まあ結構ですね、天高く太陽がありますので、なんとか撮影できるんじゃないかなと思ってます。はい、行ってみます。はいはいはい、はい、よく来ないよ。山好きなんですね。っていうか写真を撮ってます。あ、写真かなんか、うん、山並み、どこが平地だかない。ここらは山梨で出張して、うん、そのままここに寄って安曇野に抜けて仕事して帰る。安曇野って水色の時ですよ。水色の時、昔の、うん、静岡県ですよね。え、違います、長野県です、安曇野。はい、わさびのところですね。雪が見えますね。ここも雪がなかったら歩けるんでいいかもしれないですね。なかなか見晴らしも良くて、ただ雪が来ちゃうとここかなり埋まりますので、気をつけてください。もう若干雪来てますね。展望台行きましたね。ここだ、少し雪と入れて撮りたいんだよね。だからここだとあまり雪がないんですね。見晴らしはいいですけど、ちょっと考えて撮ります。